建設中だった。そう、竜型潜水艦12隻は、すべて収益完成しました。そして、令和2年、無事に進水式を迎えました。タイゲイダイクジラ、つまり、大きなクジラですが、最初は、なんか変な名前と、違和感を、覚えたものですが、呼び慣れてきて、不思議なもんですね。まず、タイゲイ潜水艦に搭載される新型ソナーを紹介します。日本は、通常動力型潜水艦では、世界のトップクラスと言われています。ちなみに、アメリカは、原子力潜水艦にかけては、トップクラス日米の連携が、海底でも行われています。さて、タイゲイです。タイトルのように、2020年10月命名式と進水式を無事に終了した海上自衛隊の新型潜水艦タイゲイ派、先輩潜水艦である。そう、竜型11番艦、東竜、12番艦、王竜をもっと進化させた艦艇です。タイゲイ型と呼ばれるようになった1番艦は、推進方式にディーゼル機関と、リチウムイオンバッテリー、モーターを組み合わせた、通常動力型潜水艦です。先輩の、そう、竜型東竜以後の艦と同じ推進方式を、採用しているのですが、タイゲイ派最初から、専用設計されていました。このおかげでしょうか、タイゲイ派東竜などよりもはるかに長い連続潜航時間と行動範囲が獲得できましたし、設置スペースの必要なスターリングエンジンをなくしたことによって、艦内の空間効率の向上に役立ったとも思われます。空間に余裕ができたことで、乗組員の福利厚生にもメリットがありました。タイゲイから導入された乗組員のジェンダーフリー対策にも、貢献することになったのです。つまり、狭い潜水の中にもかかわらず、女性乗組員用の休息場所をスペースを、区切って設けることができるようになりました。多分今までは男女の区別はなかったのでしょうね。これは良いニュースですね。タイゲイのサイズを見ていきます。船の大きさを示す基準排水量は約3000トン、全長 84.0m、最大幅 9.1m と言われています。水中排水量は公表されていませんが4250トンから4300トン位ではないかと思われます。潜水艦にとって重要な目でもあり耳でもあるのはソナーですね。敵を探知することにも、自分を敵の目から隠すことにも役立つ装置です。タイゲイには、新型の Z99-8 統合式が設置され、これによって従来よりも、目標に対する探知精度や能力がさらに向上されています。これらの装置を駆使して得られた情報は、兵装と連携されることによって、ずば抜けた防衛力を持つことになりました。兵装ですが、タイゲイには、従来型と同じ艦首部分に6門の 533mm、魚雷発射管が装備されています。これによって、89式超魚雷や新型の、18式超魚雷、そして、対艦ミサイルであるハープーンを、
運用できるようになっています。ハープーンは、アメリカのマクドネル・ダグラス社が開発した対艦ミサイルで、西側諸国では、多くの国が採用しているベストセラー兵器です。18式超魚雷は、約94億円とされる開発費を投入して、2022年2月までに配備を進めていく予定となっていますが、対ゲイの収益状況によっては、時間の多少のズレが生じる可能性もあるようです。2018年、平成30年、12月に発表された防衛大綱には、潜水艦は22隻を、要するという文言が記されていたようです。今の状態でいけば、そう、竜型が12隻、親潮型が9隻、そして太平洋を加えると、一応、22隻体制にはなるようですね。可能性としては、太平洋型を8隻建造して、親潮型を2隻以外は、代替とするという方法も考えられます。またいっそのこと収益させる。潜水艦の数を増やしていこうという方向に、進むこともあり得るかもしれません。日本にとって、現在の仮想敵国はお隣中国です。その中国海軍が猛スピードで軍備を増強している状態を考えると、対抗手段として海自の潜水艦22隻体制が強化されることも予想されます。しかし、そうなった場合、現在でも苦慮している乗組員の確保がネックになると思われます。人口減の日本では、人手不足が言われて長いのですが、公務員ではあっても、拘束時間が長く規律も、厳しい自衛隊員を希望する若者は少ないようです。自衛官の募集に苦慮していることは、折に触れてニュースにもなりますね。太平には70名ほどの人員が必要ということです。通常動力型潜水艦としては大型ですが、省力化を考えると課題のある潜水艦ということも事実でしょう。特に先輩格である総流型が65名だったわけですから、5名とはいえ、増えたことは人員削減が潮流の現在では逆行している感が否めません。日本国内では太平洋の登場で潜水艦がより強化されることを期待する声が大きくなっています。では、中国がどんな見方をしているのか分析していきましょう。中国メディアの一つ中国軍網は、2020年10月21日に太平について意見を発表しました。従来型の、そう、竜から性能がアップし、連続航行期間が2週間になったことをピックアップして、我が国は警戒が必要だという見解を示したのです。特に、太平洋の水中での静粛性に注目しています。静粛性が高いと敵に発見されにくいことは言うまでもありません。太平洋優れた性能を持つからこそ、これを探知、発見して追尾することは難しいとまで評価したのです。中国メディアにあまり持ち上げられるのも、ちょっと薄気味悪い感じがするのは、筆者だけでしょうか。
また、2020年10月17日、今日頭上という中国メディアの意見を紹介します。前述の中国軍網とほぼ同じ見方なのですが、あくまでも大鯨派。通常動力型潜水艦としては、優秀な潜水艦という内容で、逆説的に、原潜の優位を主張しているようでした。つまり、中国には、新型の原子力潜水艦があるのだから、通常動力型潜水艦である日本の大鯨が、どんなに優れていようとも、中国原潜を上回ることはないだろうという結論を下したわけです。原潜は、確かに、燃料補給がほとんど不要ですし、水中を移動するときにも、高スピードが出せる、素晴らしいものです。とはいえ、対潜哨戒能力では、日本やアメリカには劣ると言われている中国ですから、このままの状態でいてほしいと思います。非核三原則のある日本では、原子力潜水艦は保有できません。中国には、同じ土俵で争わないように、今日、頭上の意見を聞いて、やっぱり、原潜最高と油断して、通常型潜水艦についていろいろと、邪推しないようにしてもらいたいと思います。いっそのこと、通常型はないものと無視してもらってもいいぐらいですよね。